おい小僧騒ぐんじゃねえぞ俺はなお前に恨みなんてない俺が恨んでるのはお前の親父だ俺は中学を出てすぐにお前の親父の会社で働き始めた本当は親がやってた中華料理屋で働こうと思ってたんだが ひょんなことから感動されちまってな行くあてもない働き口もないそんなクソみたいな俺を拾ってくれたんだなんて優しい人なんだってその時は本気で思ってたよ俺は毎日課せられるノルマの綿棒を作り続けた ベルトコンベヤから流れてくる綿棒の両端にちゃんと綿はついているかその綿はほつれていないか棒部分は短すぎないか雨の日も風の日も俺は綿棒を作り続けたそしてある日俺は思いついたんだ綿棒が黒かったら耳を掃除した時の手応えが半端ないんじゃないかってそれを社長に言ったら 黒いい綿棒ななんか売れれるわけないだろうって一周された。でも俺は実費でもいいから作らせてくれって言ったんだ勝手にしろって言われて俺は無期になって作ったするとそれが大ヒット売れに売れた何億もの金が会社に入ってきたらしいなのに俺には1円も入ってこなかった社長は お前の親父は自分の手柄にしたんだよ最低だろそれだけならまだしも俺の存在が邪魔になったのか俺をクビにしたんだ俺にだって家族はいるんだぜ仕方なく感動された親のところに戻ったら二人とも死んでた 残っていたのはこの店だけ終わってるだろうこんな仕打ちされたら誰だって恨むだろうその結果がこれだ恨むんなら強欲な親父を恨めなで寝てんだよお前誘拐だぞ緊張感持てよ 나 이기더요. 社長に代われ、うるさい社長に代われって言ってるんだ後悔したくないなら早く代わるんだ俺が誰かなんてどうだっていいんだよマニュアルとか知らねえよ空気読めよ大体でやばい雰囲気って分かんだろうがよ分かったよ俺はな誘拐犯だ 社長の息子を預かってるだから早く社長に代われって言ってるんだよ分かりましたでお名前はって言うわけねえだろなんで誘拐犯が自分の名前に名乗るんだよバカとお前よく言われますじゃねえよいいからさっさと社長に代われてめえ殺すぞどういったご用件ですかって誘拐っつってんだろうかよさっさと代われ、はあ、なんでこんなやつが働けてるんだよ クビにするなら絶対こいつが先だろう高森公造かお前の息子は預かった返して欲しければんいやお前の息子は預かったかうんちょっと待ってくすぐ書き直す えこれどういうい状況なんで俺が感謝されてんだよ何反抗期で言うこと聞かなくて困ってたってちょっとパニックなんだけど <laughs> 落ち着け俺あそうだ向こうもパニックになってるだけだ絶対そうだよよし冷静に俺 落ち着け社長に代われうるさい社長に代われって言ってるんだ後悔したくないなら早く代わるんだ俺が誰かなんてどうだっていいんだよ マニュアルとか知らねえよよっっってこれさっきやったよあんなんだよお前学習しないやつだな空気読めっつってんだよさっきの人ですかじゃねえよいいからさっさと社長に代われよはい、<laughs> <laughs> 俺落ち着け大丈夫主導権はこっちにあんだから高森公三かさっきは悪かったな もう一度言うお前の息子は預かった <laughs> 落ち着け冷静になれ俺は誘拐犯だお前の息子は預かったよろしくお願いしますじゃねえんだよ何なんだよお前のそのスタンスはよ被害者としてあるまじき行動に出やがって普通あんだろうがよ息子は無事なんですかとかよ お前最低な親だななんだよある程度ボコボコにしてもらわないとって <laughs> だから反抗期とかてめえの子育て事情とかどうでもいいんだよもういいやとにかく3000万用意しろさまないと息子を殺すそうだそういうリアクションを待ってたんださあ3000万用意しろいやないとかじゃなしに用意しろっつってんだよできんじゃねえよ 頭おかしいのかいいから金用意しろよふざけんななんでお前が3000万貯まるまでに2年も待たなきゃいけねえんだよやだよなんで2年もお前の息子育てなきゃいけねえんだよ2年だぞまあまあ金かかんだろうがよこっちは金に困ってやってんだよそれに2年も育ってみろ愛着が湧いてお金なんていらないお前さえいればって何だろうがよ 何言ってんだよ、俺。あ、とにかく、三千万用意しろ。息子の命がどうなってもいいのか。は。あ、うるせえな。ちょっと待ってろよ。 出前での営業はやってないんですよ。はい。ああ、すみません。またお願いします。はい。はい、失礼します。またしたな。はあ、何言ってんだよ。 来来健なんか言ってねえよ。来来秀健ちゃんのっつったんだよ。本当だよ。無理せえな。息子の命がどうなってもいいのか。また出前かよ。<laughs> はい、あ、言ってねえよ。ちげえよ。俺の彼女の名前がまた出前かよって言うんだよ。分かったよ。ちょっと待ってね。 山内くん、また何してるの先生何してるのって聞いてるの誘拐誘拐 <laughs> また一人遊びもういい加減友達作って外で遊んできなさいほらみんなジャングルジムで遊んだりドッジボールしたりしてるでしょだって翔太君たちがドッジボールの仲間に入れてくれないんだもん それは、山内君の一人遊びが怖いからでしょ別に怖くないよじゃあ今日はどんな一人遊びをしてたの長年勤めた会社をリストラされた男がその会社の社長の息子を誘拐ごっこリアルすぎるのよほらみんなと早く遊んできなさい先生ちょっと待ってよ一緒に行き別れになった母とこの感動の再会ごっこしようよ <laughs>